さあ現在ショートプログラム終わって第2位、中国ナンバーワン李星皓が登場しました。いよいよ今年の大会も残り3人。さあ注目の中国勢、昨年四大陸選手権は第2位でした。この李が最初に4回転トーループを入れてきます。さあライバルの中国の張敏がいますが、その上に行くか、エルドリッジの上に行くかどうか、大事な4回転。このスピードからの4回転ですよ。決まった、4回転トーループ、2回転のトーループ。最初のジャンプのちょっと着氷が不安定でしたからね。まあ予定は4回3回のコンビネーションでしたけども、失敗ではありませんからね。はい、トリプルアクセル、あ、これも2つ目が2回転になりました。本来はトリプルトリプルが予定されていました。まあ彼のことですから、この後必ずコンビネーションで3回転を2つ目持ってきますよ。いや、しかし小川さん、練習見てますとね、ジャンプは非常に安定してましたよね。そうですね、それがやっぱり本番で思うように入らない。現在中国2番手の張敏は先に滑りを終えていますが、ほとんどジャンプは成功しました。これはフリーの中で決められているコンビネーションスピンですね。必ず10回転以上は回らなければいけません。ジャッジの前を通りました。これはルッツ、まあ、4回転飛ぶ李選手ですけどね、実は今のジャンプが一番不得意だったんですね。ああそうですね。フリップジャンプ、大きな歓声は中国チーム。3回転のループジャンプ、トリプルサルコー、ジャンプ以外で見せなければいけませんが、残り30秒、さすがに息が上がっているようです。トリプルトーループ、これで6種類の種類のジャンプが入りましたね。最後に3回転のトーループでこのガッツポーズ、やったという表情ですが、
しかし立ち上がりコンビネーションで第2ジャンプが3回になりませんでした。あ、今先に滑った張敏、中国人の選手が映りましたが、いやー採点が難しいですね。コンビネーションジャンプ、それも2つ目のジャンプのトリプルジャンプが1つも入らなかった、はい、またやもう一人の張敏選手、技術的には最高なものを見せた、はい、さあどのように採点されるでしょうね。さあ、2の得点が出ました。張敏の上に行けるかどうか、うん、この時点で李成功がトップ、中国の張敏を抜きました。3番にエルノリッチ、